はい、隣のサイトはどんなだろう、16サイト目。16サイト目っすね。すごいね。やばいテント見つけました。もうやばいテント見つけちゃったんで、早速乗り込んでいこうと思います。乗り込みましょう。ちょっと緊張するわ。もうすごいから。じゃあ行ってみましょう。レッツゴー。Yes, I need to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. はい、では、隣のサイトはどんなだろう。16サイト目の方は山ちゃんさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、テントからしてやばいんです。こちらのテント、マウンテンハードウェアですね、はい、っていうドーム型のテントなんですが、これは、はい、私初めて見たんですよ。あ、そうですか、はい、どこのメーカーさんって。あ、アメリカの、はい、はい、あのマウンテンハードウェア社のテントです。あ、そうなんですね、はい、すごいですね。これが欲しくて。あ、欲しくて、はい、友達が使ってるのを見ても絶対欲しいなと思って。友達が使ってるんですか。そうですね、はい、お揃いですか。じゃあもうそうですね。すごっ。じゃあもうグルキャンしたらこれがドーンドーンと。あ、そう、そうなります。いや、もう友達もっといい膜持ってるんで。あ、そう、もっといい膜ね。友達もやばそうですね。友達ちょっとやばいですね。じゃあ早速中の方を見させてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、まあ、どこでもいいですけど、まあ、入り口すっごいですね。入り口すごいでしょ。これでも雨とか絶対入ってこない感じですよね。そうですね、下の方に、うん、あ、はい、あの、なんていうんですか、雨をこう遮ってくれるやつがあるので全然入ってこないですね。そうですよね、はい、じゃあお邪魔します。あ、どうぞ。すごい、なんか時空の狭間みたいなところこう入っていくみたいな。夜だったら、あの、この LED の明かりで白くなるんですけど。そうなんですか。中は入ってそうですね。オレンジになっちゃう。自分で料理とか写真撮っても全部オレンジでも。なるほど。映えないですね。いや、もう中に入ってきてびっくりしたのが照明の重さ。これ夜全部つけます。全部つけますね。わあ、すごい。何個ありますか。え、数えてないです。10個以上、11、12、13、14個とフロアライトが4つに、特攻機が3つですね。すごい。え、で、上の照明にボンボネルと。あ、ボンボネルとコンペイトですね。ですよね、はい、これもまたレアな。そうですね、ボンボネルは、はい、初期型でちょっとフィンカー分厚いやつです。そんな初期にからも手に入れてた。あ、そうですね、ちょっとあの縁があるので、福士さんと、はい、あ、なんかあのちょっと連絡取れて。あ、そうなんですか、はい、一緒にキャンプできたって感じです。マジですか、はい、うわ、もう今大人気で、ね、大人気でなかなか手に入れないですね。はい、そしてこのストーブとこのケトル、すごい存在感やし、めちゃくちゃかっこいい。このストーブは豊臣の。あ、豊臣ですか、はい、KS67H。 めちゃめちゃパワーあるんちゃいます。あ、そうです ね、この広さが、あ、この1台で。あ、真冬じゃなければこの1台で行けるんですけど、真冬は2台にします。2台、はい、かっこいいケトルね。パパさん、一時一時ね、めっちゃ欲しくて。ファイヤーサイドのグランマークルマーケットの L サイズで、めちゃくちゃ断られたんですよ、ママさん。いるって言われて。いやいやいや、これは必要だと思いますよ。いや、でも
これやったらあ必要やなと思うけど、このサイズにはこれが必要かなと思いますね。そうですよね。でも実際にこれでお湯沸かして、あで冬は加湿してって感じ、はいはいはい、静電気とかもこれでなくなるので、はい、なるほど。つけてればもうあの結露も全然しなくなるんで、はい、もうずっとつけてます。はい、機能も結露はゼロですね。皆さん、そうですか。びちゃびちゃでした。そうなんですね。いや、ぜひちょっとストーブつける派にあのなってください。一酸化炭素警報器だけはちょっとつけたりしてる。ああ、なるほど、はい。ちょっとどっか開けたり。ああ、もうはい。これあの山岳用テントなんで、はい、あのよく見てもらうと分かるんですけど、丸いベンチレーターが。はいはいはい、あちこちにずっと開いてて、本当ですね、で勝手に換気、勝手に換気、下から吸って上に排気するって形で、あここも開いてるんですね、はい、あれは大きい穴が開いてるんで、はい、常に換気してる状態で、はい、めっちゃいいですね。めっちゃいい、家じゃないですか。快適ですね。ねえ、うわすごい、ちょっとあの座り心地がいいらしいので座らせてもらいます。そうそう、あ、ほんまや、若干この足が上がってるのが、はい、もうこれ起き上がるなって言われてる。何回かそういうふうに寝て起きたら空が多い、明るいと思うなってことがあります。ほんまですか。それで寝てましたね。いや、でもこれわかる。これは椅子とこの、はい、カバーというか別なんですか。椅子とカバーはセットで売ってるものですね。あ、すごい座り心地。ホームウェイのロッチャー。ホームウェイ、はいはいはい、なんか聞いたことある。ホームウェイ、ホームウェイ、これちょっと下がってるんですよね、お尻のところ。少し下がってます ね、はい、だからもう吸い込まれていくね、こうやって。テーブルがこの六角のテーブルと普通のテーブルが3つ並んでるんです。それだけ広いんです。こんだけ並べてもまだ余裕あるから。でこちらのクッションというか、クッションというかケースですかね。あ、そうですね、まあ、クッション兼、うん、クッション兼あの寝袋用のクッションカバーですね。カバーですね、はい、寝袋使わないときはこの中に寝袋を入れてクッションとして使って、あで、まあ、使うときはあのちょっとチャックを開けるとよいしょ、まあ、こんな感じで寝袋が入ってます。おー、なるほど、はい、これはよいしょ。で、この私トムとジェリーのジェリーかなと思ったんですけど違うんですね。あ、そうですね、これちょっと違いますね。あのジェリーゆかいさん、まあ、ジェリーゆかいさんって方があの書かれてるあのジェリーマルケスっていうキャラクターですね。すごい、でもめっちゃなんか絵のタッチがめちゃくちゃ可愛いですよね。可愛いですね。可愛くてちょっとお気に入りですね。ねえ、はい、これは可愛い、これ可愛いよな。めっちゃ可愛いなと思った、うん、ハーフトラック。そうですね、このカバー自体はハーフトラックプロダクツさんからあの、販売されてる、あのコラボ的な感じですか。寝袋カバーになりますね。めっちゃ可愛いこれ。存在感あるし、いいですね。そうです、すごくあの寝袋、ダウンの寝袋が入ってるんですごく、うん、あの触り心地もいい、使い心地もいい、気持ちいいですね。うん、うわぁ、めっちゃ可愛い。はい、ですね。はい、こんな感じです。お気に入りです。こちらのあのなんていうんですか、冷蔵庫です、ね、冷蔵庫ですよね、はい、だって氷もできるらしいんで、冷蔵冷凍、はい、すごい、冷蔵もできる、冷蔵もできるし冷凍もできます。ああ、これをポタ電から、はい、電源、ああ、はい、なるほど、だからポタ電が4台もいるんですね。ああ、かもしれないですね。え、ポタ電、ね、1台でこれを、あ、600ワットアワーぐらいで2泊3日はいけると思います、ね。あ、そうなんですか。へ、
いやもう暑い夏とか氷ね、全然余裕ですね。マジですか。途中でいつもね、はい、買いに行かなダメですもんね。そうですね、2泊3泊でも余裕でこうあのアイスクリームが冷えた状態で食べれます。めっちゃ天国すげえ。逆にでもあの冷やしすぎちゃって食材が凍りやすいですね。今もなんかちょっとその霜ができてて凍っちゃってる。あ、そうですか、はい、そこまで冷えるんですね。冷えますね、はい。あ、すごい。いいなぁ。はい、この棚見てください。ネイタル祭り。いや、すごいですね。そうです。いや、こんなに持ってる人初めて見たんですけど、これいっぺんに。あ、そうですね。上のソフト、はい、セミハードのこのケースにも入って、ここも別々で買って。もう一本まだ大きいのあるんですけど。マジですか。大きい、これより大きいのが、はい、まだありますね、はい。マジですか。あの焼き上手さんを入れるあのケースとか。ああ、はい、今日持ってきてなんかだけですね。でもだいぶすごい存在感あるよね。すごい。うわ、こんなに並んでるの見た初めてです。ショップかなっていうぐらいの品揃えが。ね、はい、ショップです。ショップですよ。気づいたら集めてましたね。これも上っていいですよね。ディッシュですね、はい。わ、コラボだよ。コラボ、はい。あ、そうなんですね。コラボですね。かわいい。かわいい。こんだけ揃ってたら、かわいいな。かっこいい。羨ましいよ。はじめこの柄ってちょっと入りにくかったけど、なんだか可愛く見えてきますよね。あ、そうですね、はい、なんかワンポイントになるし、ね、うん、うわ、すごいな。ちゃんとでも全部使ってはるんですね。そうですね、もう全部使ってますね。すごい。キャンプ歴何年ぐらいですか。あ、キャンプ歴は5年ですね。あ、そうなんですね、はい、こちらと同じ。すごい、ここにたどり着いたんですね。5年でいい友達がいたんで。あ、そうですね。そうですね、お友達がやっぱね、見本になりますもんね。見本になりますね、はい。なるほど、もうね、すごい。いや、すごい、すごいサイト、サイトっていうのかな。もう感動ばっかりでしたけど、新たなテントが欲しいということで。そうですね、まあ、またの機会があればまた購入、手に入るチャンスがあればまたですね、はい、そうですね、また撮らせていただけたらなと、また、はいはい、今日はありがとうございます。貴重な経験をさせていただきました。来てください。はい、ありがとうございました。